小池栄子さんと仲野太賀さんのダブル主演、そして脚本は工藤官九郎さんという今期の話題作新宿野戦病院が始まりました。歌舞伎町を舞台に繰り広げられる笑って泣ける救急医療エンターテインメント。注目の第1話は、歌舞伎町という街がどんなところなのか、舞台となる聖真心病院はどのような病院で、どんな人が働いているのか、どんな患者が対象となっているのか、そして陽子がどのようにして働くことになるのか、ということなどがポイントとなっていたお話でした。普通の病院ならば本来お払い箱にされるような患者たちも積極的に受け入れる傍らで、実際には現場で働く医師たちはそれらの受け入れを常に拒否していましたね。泥酔で運ばれてきた日系アメリカ人の陽子も同じように雑に扱われるも、外科医を必要としていた聖真心病院にとってはいい出会いとなることに。これまでの体制では助けられそうもなかった急患を、陽子はどんな方法であれ救うことができたため、外科医として採用され、病院は継続できることになりましたね。次回のお話は、新宿歌舞伎町にある聖真心病院、元軍医の陽子西フリーマンはこの病院で働くこととなった。病院も肝心な外科医がいなく、外科医を求めていたため、陽子が働くようになり順風満帆に思えたけれども、美容皮膚科の高峰徹はある悩みを抱え悶々としていた。それは NPO 法人ノットアローン新宿エリア代表の南舞に言われた、私にとって社会は平等じゃないから虚しくないんですという言葉がどうにもずっと引っかかっていたからだった。舞が平等じゃないことを否定的ではなくいい言葉として捉えていることに納得がいかなかったようで、徹は自問自答の末、答えを見つけるためにノットアローンの活動に参加するという。一方その頃、聖真心病院では鎮痛剤を大量に摂取した東横キッズで赤い髪の少女マユ、そして鼻の奥にワイヤレスイヤホンが詰まってしまった10歳の男の子が搬送されてくることに。イヤホンは無事に取り出すことができ成功した。前の方も翌日に母親のカヨと共に帰っていった。だが眉はある悩みを抱えていたようで、さらに歌舞伎町顔面偏差値テストの結果発表で聖真心病院の性感染症内科医の田島匠が選出され、それがきっかけとなり一人の女性をめぐってトラブルに発展することに。きらびやかでどこかバブリーな雰囲気とスマホでの自撮りという令和のスタイルが入り混じった印象の強い始まり方で幕を開けた今作。なかなか癖の強いテイストで、設定としては現代で必要とされるテーマだということも注目すべき点ですね。多様性の時代だからなのか、歌舞伎町だからなのか、いろいろな人がいるということに圧倒されつつも、小池栄子さん演じるアメリカ国籍の軍医陽子の初登場シーンも、本当に医者なのかと疑ってしまうようなインパクトがありました。同時に舞台となる聖真心病院もなかなか衝撃的なところで、怖いという印象すら植え付けられたと同時に、だからこそたびたび登場した平等という言葉がとても深いものに感じました。
インパクト、そして衝撃は初めだけにとどまらず、陽子が日系アメリカ人の軍医で日本でのライセンスを持っていないのに次々と手術をする場面や、彼女の執刀に誰もついていけないところ、また挙句の果てには一応専門は違うにしても医師には変わりないはずなのに、トールは陽子に取り出した内臓を渡されると、それが何の臓器かも分かっていなくて、これが現実だったらと思うと何より怖いことが次々と起こっていましたね。けれどもその一つ一つのシーンどれもが面白く、笑いなしでは見られないのも事実でした。陽子とトールのやりとりはずっと見てられそうなほど最高に面白かったですね。院長の高峰圭介を演じているのは言わずと知れた柄本明さん。想像していた院長とは180度違い、もし自分ならこの病院にはかかりたくないと思ってしまうほどですが、ドラマとして客観視するならば完璧な院長でした。シラフだからと手術を行おうとするものの、大きな手の震えを見せた場面では志村けんさんとのコントを彷彿とさせるシーンではなかったでしょうか。弟の生瀬勝久さん扮する敬三とのバチバチしたやりとりもさすがベテラン俳優同士とあってとても引き込まれました。カットインするトールの顔もなかなか良かった部分ではありますが、今後もこの高峰兄弟の言い争いが見られるのかとても楽しみな部分の一つです。また経理担当の白木さんも院内では一見真面目でまともなように見えますが、個性強く彼女もまた魅力ある登場人物の一人です。なかなか年を重ねられた女性で自分のことを名字で呼ぶ人、今時珍しくないですか。そんな白木を演じる高畑敦子さんの名演技にも毎週釘付けになってしまいそうです。そして言うまでもなく、塚地武雅さん演じる堀井忍、彼女彼も破壊力は一番のインパクトを与えましたが、堀井忍は外国語も得意で院内では一番まともな働きぶりだったのもギャップがあって面白かったですよね。この役の紹介をめぐってドラマ放送開始前からネット上では少しざわついていたにもかかわらず、男か女か本人に聞けず口々にどちらか予想を立てていたシーンは、このご時世ではなかなか切り込んだスタイルだったなぁと思いました。割とセンシティブな問題にもかかわらず、それをしっかりとコメディーにできる工藤官九郎さんの言葉のパワーと皆さんの演技力が素晴らしいと思える作品ですね。ところで SNS をにぎわしているもう一つの話題は、中野太賀さん、塚地武雅さん、平岩上さん、岡部隆さんは現在放送中の朝ドラ虎に翼の出演者であることから、朝ドラかと SNS で突っ込まれているようです。現在放送中の朝ドラで4人の俳優さんが民放のドラマに揃って出演することはこれまであったでしょうか。それほどこの俳優さんたちは今活躍されているということなのでしょうね。そして他の俳優さんの顔ぶれもすごいので、とても楽しみなドラマです。次回第2話は7月10日放送となります。ぜひお見逃しなく。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。